表面のつぐっとしたスパゲッティの方が相性はいいと思います。茹で上がる30秒ぐらい前に、ソースの準備をしていきましょう。本日の一つポイントになると思うんですが、ここにグレープフルーツを入れます。代々木上原コンチェルトの井口です。今日は皆さんの食べ慣れた明太子スパゲッティを一味変わった形でご紹介したいと思います。はい、こちらが本日使う材料ですが、作りながらご説明していきます。まずは早速麺を茹でてしまいましょう。スパゲッティですね。こちらスパゲッティは、よく見慣れたものの中に表面のつぐつぐしたものとザラザラしたものと2種類、ありますが、今回は、できれば表面のつるっとしたスパゲッティの方が相性はいいと思います。もちろんザラザラのスパゲッティがご家庭にある方は手持ちのものを使っていただいて構いません。では茹でていきます。こちらお湯は、普通のお湯に、お湯の量に塩分濃度 1% 分の、お塩を入れた茹で汁を用意してください。こちら下味が麺について、味わいがキリッと引き締まりますので、一見手間ないようで無駄なように思いますが、ぜひ塩の入ったお湯で茹でていただけるとより美味しく作っていただけると思います。それでは今日は火を使わずにパスタを仕上げていきたいと思います。まずはバター、お醤油、こちらを麺を茹でている上でバターを軽く湯煎で溶かしていきましょう。もちろんあらかじめ、ある程度溶かしておいていただいても構いません。バターがこのようにある程度溶けたら、温かいところに置いて、茹で上がるのを待ちましょう。ボウルに関してはもしプラスチックのボウルをお使いのようであれば、少しお湯にプラスチックの成分が溶け出すとか心配な方もいらっしゃると思うので、電子レンジでバター溶かしていただいて結構です。そしたら茹で上がる30秒ぐらい前に、ソースの準備をしていきましょう。明太子ですね。あとはバジリコ、もちろん刻んでいただいてもいいんですが、今日はあえて手軽にということなので、手でちぎって加えていきます。あと本日の一つポイントになると思うんですが、ここにグレープフルーツを入れます。そしたら麺の茹で汁を少しだけ、加えてあげましょう。ソースをある程度トングまたはお箸でもいいですね、なじませてあげます。そしたら麺をボウルに上げていきます。よく水分を切ってください。そうしましたら麺をソースに絡めて、このまま仕上げで盛り付けていきましょう。グレープフルーツは、ホワイトグレープフルーツでもいいんですが、明太子を使いますのでピンクグレープフルーツの方が、見た目として一体感が出て、バレづらいというか、驚きの一味になると思います。最後分量の半分ぐらい残してたグレープフルーツ上から散らせましょう。最後シラスを天盛りにのせ、
海苔を散らせて完成です。これ海苔もみのり使ってますが、もしない方は自宅にある板のりを刻んでいただいても結構です。ぜひ試してみてください。はい、こちらで明太子スパゲティの完成です。本日はグレープフルーツを加えることにより、普段バターやマヨネーズや生クリームを使って、比較的重い味わいになりがちな明太子スパゲティを最後まで、冷めてまでさっぱりと召し上がっていただける仕立てでご用意いたしました。ぜひお試しください。Thank you so much for watching our video. If you like this video, please hit the thumbs up button, leave a comment down below, and to keep updated with our videos, please hit the subscribe button. And be sure to be connected with our Instagram and Twitter account as well. And we'll see you in our next video. Bye!